なるほど。黙人が相手と聞いて団長にならないかと少し案じていたのですが、杞憂でした。黙人に向き合うことは自分に向き合うこと。動きや力の無駄が見えてきますね。ヘリアちゃんの修行のヒントになったのなら嬉しいわ。団長さんもよければまた一緒に稽古をしましょう。私たちの仕事は体を鍛えて損はないものね。ファスティバ、ラードガを毎日開いてるのに疲れた様子もなくて、さすが鍛えてるだけあるな。ジャミルさんがお手伝いしてくれているおかげでもありますよね。ありがとうございます、ジャミルさん。いえ、俺がしているのは本当に些細な手伝いばかりですから。調理の手際もさることながら、相手に渡すタイミングなど大変勉強になります。この経験を踏まえて、主君にもより一層のお使いをできればと思っております。これ以上ですか？ただでさえジャミルさんにはすっごくお世話になってるのに。じいちゃんとこの畑、ハーブも育て始めたんだって。え、いいな、僕も育ててみたいかも。団長さんにお願いしてみる。甲板の隅っこなら邪魔にならないと思うし。お料理に使うハーブも育てれば、ファスティバさんやお料理当番の人も使えるかも。素敵ですね、それ。あれ、ルリア姉ちゃん、団長とビーニー、ジャミル兄ちゃんも。声が聞こえたから顔を出しちゃいました。みんなでファスティバの手伝いか？それは終わったとこ。じいちゃんとアルニーから来た手紙を読んでたんだ。じいちゃんすっごい癖字だから解読手伝ってもらってるんだ。でもガルチーザおじいさん、お元気そうでよかった。畑仕事も楽しそうで。うん、俺が料理手伝ってるって手紙に書いたら、今度こっちに野菜を使った保存食送ってくれるって。わー、素敵ですね。ガルチーザさんが作ったお野菜ならきっとすっごく美味しいです。そろそろご飯だそうですよ。あれ、それは確かお父さんから来たお手紙ですよね。スヒル君みたいにお返事を出せたらいいんですけど。イスタルシアにはお手紙を送るのは難しいですもんね。お父さんと文通ができなくて残念です。お手紙のお返事を伝えるためにも空の果てにたどり着かないといけませんね。一緒にお父さんに会いに行きましょうね。
そろそろ客足も途絶えてきたわね。みんなもうお眠の時間かしら。ジャミル君、お疲れ様。あとは私がやるわ。上がってちょうだいな。いえ、食器洗いはお任せください。分担した方が早く済みますから。ファスティバ様もご無理はすべきではありません。そう？それじゃお言葉に甘えちゃおっかしら。いつもありがとう。本当に助かるわ。そういえばこのところ団長さんはご無沙汰ね。しばらく依頼も立て込んでいたし、夜はぐっすり眠れているかしら。無理をしていないといいのだけど。そのファスティバ様、実はそのことでご相談があるのです。相談？何かしら。私でよければ聞かせてほしいわ。はい、主君のことなのですが、このところ少々気落ちしておられるのではと気がかりでなりません。団長さんが？はい、俺の知る限りあのようにため息を頻繁に疲れるのはここ最近のこと。ルリア様や B 様がお声掛けしても上の空というか、お気づきになるのが普段より遅いご様子で、疲れが溜まっておられるのかと案じているのですが、主君は大丈夫とおっしゃるばかりなのです。なんてこと、団長さん。主君はファスティバ様を頼みとしておられるご様子。俺では聞けぬ事柄もファスティバ様には明かしてくださるかもしれません。ですからどうかファスティバ様にお力を借りられればと。もちろん、私にできることなら何だってするわ。ああ、私ったら、なんでもっと早く団長さんの不調に気づいてあげられなかったの。分かってる。きっと団長さんは夜ラードガを開く私のために自分のことは隠していたんだわ。団長さんはいつだって周りを気遣う優しい子ですもの。でもその分自分の辛さを訴えるのは少し苦手な子でもある。分かっていたのに、私と来たらラードガにかまけてばかりいて。団長さんの様子につゆとも気づかず、のんきに楽しい夜を過ごしていただなんて、愛が足りない乙女なの私は。スティバさん、ごめんなさい。昨日の夜も忙しかったのに朝から来てもらっちゃって。どうか気にしないで、ルリアちゃん。むしろ呼んでもらえて嬉しいの。ルリアちゃん、 B ちゃん、ジャミル君がどんなに団長さんを大切に思っているのか知っているわ。そんなあなたたちが団長さんについて話す場に呼んでもらうだなんて責任重大で、だからこそ光栄よ。ファスティバさん。そしてごめんなさい。私ったら相談してもらうまで団長さんの不調に気づかないなんて。そればっかりは仕方ねえよ。あいつ調子が悪いのを隠すのが妙にうまいんだ。小さな頃から面倒見てくれる村の奴らに迷惑かけらんねえって気を張ってたせいかもしれねえな。私たちにはいくらでも迷惑をかけても構わないのに。
迷惑なんて思わないのに。幼い頃からの習い性はなかなか抜けるものではないということなのかもしれません。俺もいくつか覚えがあります。自分では気づいていないものはもっと多くあるのでしょう。ジャミル君の言う通りね。だからこそ私たちがうまく団長さんを甘えさせてあげないと。どうやって甘えさせるかだよな。落ち込んでるっぽいんだけど、何が原因かもわからねえんだよな。悩み事があるんですかって聞いてみたんですけど、ないって言われてしまって、それ以上は聞いてほしくなさそうで聞けなかったんです。どうにかして団長さんに心を開いてもらわないといけないわね。でも団長さんが閉じた心の扉の鍵はどこにあるのかしら。そろそろ依頼のために町へ行く時刻ですね。あ、そうでした。遅刻はいけませんね。出発の用意をしなくちゃ。確か今晩は依頼で向かう先の村に泊まってくるんだったわね。私は飛空艇の留守番組なの。みんな気をつけていってらっしゃい。怪我のないようにね。はい。それと無理をさせないよう頑張ります。あの、ファスティバ。あら、ベトルちゃん、どうしたの？その、団長さんのことを話しているのが聞こえたの。ごめんなさい。盗み聞きするつもりじゃなかったんだけど。団長さんのことが心配なのは、ベトルちゃんも一緒よね。私がベトルちゃんの立場だったら同じように足を止めていたと思うの。だからあまり気にしないでね。ありがとう。それでね、もしかしたら団長さんの悩みを聞き出すのに私役に立てるかもしれないと思うの。ま、本当ベトルちゃん？うん。あのね、今晩寝るときにこのお札を枕の下に置いて。お札を？うまくいくかわからないけど、ものは試しと思ってお願い、ファスティバ。そうね、できることは全部やらないとね。ありがとうベトルちゃん。それじゃあこのお札いただくわね。うん。それじゃあまた後で。また後で。あら、ここはどこかしら。私ベッドにいたはずよね。ファスティバ。この声、ベトルちゃん？こっちかしら。不思議ねえ、扉だけがこんなにたくさんあるなんて。
来てくれてありがとう。あら、ベトルちゃん夢で会えるなんて素敵ね。夢なんだけど、夢じゃないの。夢だけど、夢じゃない？ここは夢の回廊。あらゆる人の夢につながる扉が集まる場所。ファスティバはね、あのお札の力で心だけが自分の夢から出てきたの。そうなの。ベトルちゃんの夢占いの力はこんなことまでできるのね。うん、これが夢を司る星晶獣オネイロスの力の一端。前に団長さんたちを傷つけた力でもあるの、ベトルちゃん。だから今度は団長さんを手助けするために使いたい、そう思ってるの。大丈夫、ベトルちゃんの愛は団長さんに伝わってるわ。だからそんなに悲しい顔をしないでね。ファスティバ、ありがとう。あら、これは小さな子の鳴き声？扉の向こうに森が？夢の中だからということかしら。それにしてもこの悲しい声、一人にしちゃいけないわ。ベトルちゃん、泣いている子を探しに行きましょう。そこのあなた、なあなあ、そんなに泣くなよ。あれはBちゃん？お前がそんなに泣いてるとオイラも泣きたくなってくるぜ。なあ、だから元気出してくれよ。お前とはオイラがずっと一緒にいるからさ。ということは、もしかしてあの子は団長さんなの？あのね、ファスティバ、今くぐった扉は団長さんが見ている夢に続く扉なの。団長さんの夢？それじゃあの小さな女の子は？うん、今まさにこの夢を見ている団長さん自身。団長さんが何か悲しい思いをしているなら、きっと夢でも見てしまうと思ったの。それは、でも。わかってる。本当は勝手に夢を覗き見て団長さんの悩みを暴いたりしちゃダメだって。でも心配で。団長さん、ルリアやピーにも悩みを秘密にしてるんでしょ？苦しいの。一人でずっとずっと抱え続けると心が潰れてしまう。私知ってるの。もし団長さんがそんなことになったら、私。ベトルちゃん、あるぜ。親父さんがいなくて寂しいんだよな。それだけじゃない？
村に置いていかれちまってムカッパラが立ってんのか。まあそりゃそうだよな。親父さんのせいで寂しいんだ。腹も立つってなもんか。大好きだから余計ムカついちまうんだよな。うんうん、そういう自分にも腹が立つ。わかるぜ、オイラはお前の相棒だからな。ちゃんとわかってる。団長さん。これは。夢から覚めたのね、団長さんが。私は。団長さんの抱える悲しみは、お父さんに会えない寂しさ。そして、自分を置いて旅に出てしまったお父さんへの小さな、けれど重い憤り。言葉ではわかるわ。ええ、わかる。それはきっと団長さんの中でとても重要な痛みなんだわ。でも、私、どうやってその痛みを抱える団長さんを慰めてあげたらいいの？私には、もう両親はいない。お父さんに、お母さんに置いていかれる悲しみはわかるけれど、今もどこかで生きているお父さんへの憤りは、本当にはわからないんだわ。そんな私が団長さんに何を言ってあげられるっていうの？抱きしめる？元気を出してと、ただそばに寄り添う？どれも違うわ。薄っぺらな上辺だけの慰めなんて愛じゃない。私は団長さんに何を言えるの？何をしてあげられるの？考えなさい、ファスティバー。あなたの心に愛があるのなら。
ドリア！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 団長さん、私は。ファスティバ、こんなことをしていては風邪をひいてしまうよ。ヘイゼンさん、たまたま君の足音が聞こえてね。木人を持って出ていたから、深夜に何事かと思って見に来たんだ。自分を傷つけるような真似は感心しないぞ。フェザーだってこんな無理はしないだろう。とはいえ、そうまで君が追い詰められているということは、相応に理由があるのだろうね。話してみなさい。いつも君が他の子たちにそうするように、私が君の話を聞こうじゃないか。はあ、ありがとう、ヘイゼンさん。少し落ち着けたわ。ただ、その、私が相談すると団長さんが秘密にしたいことまで話さなくてはいけないの。うん、ならばむしろ私は適任のようだ。人が明かした悩みを口外しないと、神官として風の神に誓った身だからね。話してごらん。ヘイゼンさん、そうね、私一人では答えが出なかったんだもの。黙り込んでしまうのはきっと愛のある行動ではないわね。私は団長さんが悲しいのなら元気づけてあげたい、慰めてあげたい、力になれればと思うの。でもそうするとき、心が寄り添っていないのなら、近くにいるようで遠くにいるんだわ。寄り添うためには相手のことを分かっていなければいけないと。ええ、そうでなければ団長さんにとって本当に必要な慰めは渡せないんじゃないかしら。なるほど。君の愛から来るその優しさは正しいものだと思うよ。だが同時に、自分とは違う相手を全て理解してあげることは不可能だというのも事実だ。不可能？そうね、全てを理解できるだなんて傲慢な考えよね。そうだね。時に人は
自分のことでさえも持て余してしまうものなのだから。人は傷つけ合うこともあれば、すれ違ってしまうこともある。それゆえに人には助け合うという心が必要だ。人は一人ではとても弱いからね。助け合おうという心、愛ね。その通り。そしてお互いに理解できない部分があることを認め合い、許し合うこともまた愛だ。ファスティバ、君は愛を持っていつだってどんな相手であろうと許してきたね。ならば今度は自分自身を許すんだ。団長の気持ちを理解しきれない自分のことを。私自身を許す？そうね、自分を大切にすることは愛の第一歩だもの。私は団長さんの気持ちを理解できないと悲しむふりをして、自分の持つ愛を疑って。でもそうすることで結局は団長さんに向き合うことから逃げようとしていたのね。愛の伝道者だなんて名乗っておいて恥ずかしいわ。どうかな、人は皆迷い子だよ。何が正しいのか、何が良いことなのか悩み続けている。愛を信じ、だからこそ悩み苦しむ君はとても誠実な人だと私は思うよ。仲間として誇りにも思う。ヘイゼンさんに褒められるとなんだか自分が立派な大人になったみたいだわ。立派な大人ならちゃんと向き合わないとね。ただ誠実に愛を持って。夢に行って気分を暗くしている理由は分かったけれど、でも私が勝手なことをしたせいでファスティバを傷つけちゃった。私どうして人を傷つけないではいられないの？姉さん大丈夫？目が覚めてからずっとその調子だよね。昨日の夜何かあった？うん、私団長さんを元気づけたくて、でも多分失敗したの。元気づける？ベトル、あなたも特産ハーブに興味があるんですか？何の話？おっと、勘違いでしたか。急に口出しをしてしまってすみません。驚かせましたね。ううん、気にしないで。あの、ヘリアさん、特産ハーブって何でしょう？この島の気候で育つ珍しいハーブなんですが、需要競争の効果があるんです。需要競争ってことは飲むと元気になれるんですか？ええ、私も訓練の疲れを取るために飲んでみようかと思って。そうなんですね。姉さん、僕たちもそのハーブを買いに行かない？ハーブティーを入れて団長さんやファスティバさんに飲んでもらおうよ。あ、すみません、モルフェ、実は私もまだ口にしていないのです。
人気のある商品らしく売り切れていて。売り切れですか。ああ、残念です。本当に。店員の方に聞いたところ、再入荷は我々がこの島を経った後になるそうですよ。そうなんですね。アヘリアさん、教えていただいてありがとうございました。いえ、興味を煽るだけになってしまいましたね。面目ない。代わりと言ってはなんですが、お茶をもう一杯いかがです？ポットを運んできましょう。あ、すみません。ありがとうございます。でも、残念だね、姉さん。ハーブ売り切れだなんて。うん。モルフェのハーブティー美味しいから、団長さんもファスティバもきっと喜ぶのに。でも、ハーブのために気空艇の出発を遅らせてもらうわけにはいかないもんね。そうだね。あ、ねえモルフェ、島の特産ってことは島のどこかに自生してるよね。うん、多分そうだと思うよ。あ、て、あ、姉さん、まさか。うん、そのまさか。ハーブ売ってないなら摘みに行こう。それで今度こそ団長さんやファスティバに元気を出してもらうの。そうだね、それがいいよ。夕方くらいまでは団員の皆さんのお手伝いをして、それから出かけようよ姉さん。うん、待っててね団長さん、ファスティバ。無事に依頼が終わってよかったです。ジャミルさんもお疲れ様です。手伝ってもらってとっても助かっちゃいました。お役に立てたのならば冥利につきます。主君、ルリア様、ビー様、今日は十分に休まれてください。やっぱなんかちょっとしょんぼりしてるよな。村で泊めてもらった時もあまりよく眠れてなかったみたいです。ランプをつけて何か読んでたみたいでしたけど。読んでた？なんだろうな。グランサイファーに戻ってきたから少しはホッとできてるといいんだけどな。そうですね。とりあえず温かいお茶を入れて持って行ってあげましょうか。あ、そうだな。おいらお菓子取っておいたんだ。持ってくるぜ。トーファーの兄ちゃんが焼いてくれたケーキだぜ。うまいもん食えばちょっとは元気が出るよな。ジャミルさんも一緒にお茶にしましょうね。はい、ぜひご準備を手伝わせてください。あ、ジャミルさんお帰りなさい。依頼お疲れ様でした。ただいま戻りました。モルフェ様、その荷物、今からお出かけに？はい、姉さんと山にハーブを取りに行こうと思って。そろそろ日も落ちます。山に向かうのは危険かと思いますが。でも
依頼は済ませたし、明日にはこの島を立つんでしょ。だったら今から取りに行かないと間に合わなくなっちゃう。お店では売り切れちゃってるの、滋養競争のハーブ。滋養競争ですか。はい、そのハーブで入れたお茶を団長さんたちに飲んでもらって元気になってほしくて。なるほど、あの方のために。わかりました。そういうことであれば俺も同行させてください。お二人で行かれるよりは安全ですし、頭数が多い方がハーブも見つけやすいかと。いいの？だってジャミル、依頼から戻ってきたばかりなのに。問題ありません。荷運びの仕事でしたが、荷物自体は小さなものでしたし。そうなんだ。お前たち、そんなところで何を話している。じきに風が冷えてくるぞ。中に入れ。いえ、今から少々出てまいります。出る？どこへ向かうつもりだ。依頼は終えたはずだろう。あの、実は。子供だけで夜の迫る山へか。帰りが遅くなれば団長はさぞ心配するだろう。かといってこいつらを説得するのは骨が折れる。だが放っておいて怪我でもされれば寝覚めが悪いか。シス、どうしたの？溜まり込んで。わかった。そういうことであれば俺も同行しよう。遅くなれば団長やルリアが心配するだろう。急いでハーブを手に入れて戻るぞ。シスさんも来てくれるんですか？とっても心強いですね、姉さん。ありがとう、シス。それにジャミルも。いえ、俺もあの方に元気を出していただきたいものの一人ですから。無事ハーブを手に入れて戻りましょう。ベトル様、モルフェ様、シス様。おお、やれやれ。シスも。は？ほら、おお。いや、俺は。おおですよ、シスさん。おお。ここの斜面には生えてないみたいですね。岩肌の斜面に這うように生えるそうですからね。土がむき出しの斜面は多いのですが。おい、ベトル、大丈夫か？昨日の雨でぬかるんでいるぞ。足元には気をつけろ。うん、歩きにくいけど頑張れ。明かりを用意してきておいてよかったですね。油もまだまだ残っていますし。とはいえ一つだからな。離れないように注意しろ。
はぐれれば合流が難しい。はい、気をつけます。はぐれないようにしろとは言ったが、そう近づかれても歩きにくいんだが、もしかしてお前、闇が怖いのか？うん、夜の闇は怖くない。モルフェもジャミルもシスもいてくれるもの。怖いのは一人ぼっち、暗闇を見つめていると思い出しちゃうの。一人ぼっちだった時のこと。姉さん、一人ですか？確かにあれはひどく恐ろしい。今こうして主君の下で皆様と一緒に過ごしているからこそ、かえってあの恐ろしさが身に染みます。ああ、そうだな。ジャミル、心得ています。ベトル様、モルフェ様、俺の半歩後ろへ。魔物が来ます。はい。ハーブは絶対見つけて帰るんだから、みんなで魔物追い払おう。ああ、そのためにも自分の身をしっかり守れ。来るぞ。止められる。積み乗るな。時は満ちた。一族の技お見せしましょう。一族の妙技。起きてください。行くぞ。見えたと止め。よいしょ。僕にもできることがあるなら。止め。たわいもない。どうしたんだい、スイル。そんなに声を張り上げてさ。あ、シーゴさん。あのね、モルフェ兄ちゃんたちを見なかった？ロジーのおばあちゃんにおせんべいもらったから一緒に食べようと思って。いや、悪いが今日は見てないね。ヘリア、あんたはどうだい？私も朝食の席で会ったきりですね。ハーブの話をしたんですが。モルフェ兄ちゃん、ハーブティーの調合が得意だもんね。でも、そっか。どこにいるのかな。あら、どうしたの？そんなところに集まって。あ、ファスティバさんにヘイゼンさん。何かあったのかい？ね、おい、みんな、ジャミルを見なかったか？少し前から姿が見えなくて、どこにいるのかなって。あれ、ジャミル兄ちゃんもいないの？
この気空艇は広いものね。探しても会えないときはなかなか会えないのよね。だね。お菓子を一緒に食べるのは明日にしようかな。何事かあったのであるかな。皆で立ち止まっているとは。キハールおじいさん、あの、私はジャミルさんを探していたところです。俺もモルフェ兄ちゃんとベトル姉ちゃんを探してたんだ。おや、その3人であればシス君も加えて4人で出かける姿を見たのである。おや、お出かけかい。それじゃあ見つからないはずだわ。え、でももう外は真っ暗だよ。まだ帰ってきてないのかな。確かにまだ戻っていないのであれば少々遅い時間であるな。村の店はもう閉まっているのである。魔物相手に遅れを取る顔ぶれではないのであるが、まさか何かトラブルでも。あ、どうしたんだいヘリア。そのモルフェとベトルにこの島の特産ハーブについて教えたんです。需要競争の効果があるけれど近くの店では売り切れていると。需要競争ですか。ええ、その時にモルフェたちは団長たちに特産ハーブを使ったお茶を飲ませたいと言っていて、とても残念がっていたから、まさか山へハーブを取りに行ったんじゃ。まあ、それは大変だわ。この島の山には魔物も出るし、昨日の雨で足場も悪くなっているもの。確かにシス君とジャミル君が一緒に行っているのであるからめったなことはないとは思うが、これは迎えに行った方が良いかもしれんのである。そうだな、カンテラあるだけ持って迎えに行くとしようぜ。あ、俺も行くよ。いや、B、ルリア、それにスイールはこちらに残ってもらえないかい。え、どうして。この暗さに雨の後の足元少々強行軍になる。迎えに行って怪我をしたのではベトルたちも気に病むだろう。でもよ、オイラたちもジャミルたちが心配だし。心配しているのならばこそ気空艇で待っていてほしいのである。我が輩たちが山に入るのと入れ違いでベトル城たちが戻ってくるかもしれないのであるから。あ、そっか、そういうこともありえますよね。夜道を行って戻ったなら体も冷えてしまっているはず。お湯を沸かしておいてほしいのである。わかりました、任せてください。ベトルちゃんたちが山に入るところを村の人が目にしてくれているといいんだけど。確かに目撃情報があれば格段に後を追いやすいですからね。みちみち聞いてみましょう。最後の目撃情報を元にすると、素直に進んでいればこちらの方向へ来ているはずなのですが。少々空気がざわついているのである。魔物が争った形跡であるかな。なるほど、山への侵入者に魔物たちも気が立っているのか。ベトルちゃんたち大丈夫かしら。
それを確認するためにも我々こそ無事でいなくては。背後に魔物の気配があるのである。こちらを虎視眈々と狙っているようであるな。しばらく気づかないふりをして不意を打って相手取りましょう。承知した。私の愛を受け止めて。ここからが勝負です。仕留める。ここは我が輩甘いのである。ダメ押しである。流れは我が輩たちにあるのである。ドラッテア押しよ。ハリー、お仕置きの時間ね。ドラお仕置き完了。諸君あっぱれである。もしゃもしゃした葉っぱ、きっとそうだよ姉さん。よかった、見つかって。早速取りに行かないと。待てレブル、雨が降ったせいでかなり滑るはずだ。シス様のおっしゃる通りです。俺が取ってきますから、ベトル様は待っていてください。ううん、滑るなら余計私が取りに行かなくちゃ。しかし足場になる岩も小さいし、体の軽い方がきっと安全だと思うのね。じゃあ僕が行くよ姉さん。ううん、ハーブを取りに行くって言い出したのは私だもん。モルフェは待ってて。ベトル、あ、先ほども言ったが足場は悪く、さらに濡れて滑る。こちらから俺が足場を指示する。焦らず言われた通りに進め。いいな。うん、ありがとうシス。姉さん気をつけてね。足を踏み外したら一息に下まで滑り落ちちゃうから。慎重にね。次は右下の石だ。周りより色が濃い。見えているか？今額がある部分の少し上が指を引っ掛けられそうです。どうですか？うん、いけると思う。姉さん頑張って。よし、あとはこれを引き抜いて。
ベトル様、手を。しまった。大丈夫？ベトルちゃん。ファスティバさん。遅くなっても帰っていない様子だったからみんなで迎えに来たの。心臓が止まるかと思いました。まさか崖を転がり落ちてくるなんて。間一髪ね。よかったわ、私が受け止められて。鍛えた甲斐があるというものよ。ファスティバ、ベトルちゃん、ハーブを取りに来たあなたの優しさ、あなたの愛、ちゃんと伝わっているわ。でもね、周りの人に愛を与えるためにはまず自分を大切にしなくちゃなんて。雨の中稽古をして私もヘイゼンさんに叱られたのだけどね。ごめんなさい、危ないことして。本当に無事でよかったわ、ベトルちゃん。これでバッチリ。でもしばらくはあんまり足首を動かさないでね。うん、ありがとう。マリ、気をつける。骨が折れてなくてよかったわ。あのファスティバ、心配かけて本当にごめんなさい。モルフェもシズもチャミルもびっくりさせてごめんね。気にするな。誘導を失敗した俺たちが悪い。そうですね、ベトル様がご無事でよかった。うん、ありがとう。おかげでハーブ手に入ったもの。
これでとびきり美味しいハーブティーを入れよう、姉さん。きっとそれが一番の皆さんへの恩返しだよ。そうね、オルフェ。ここからが大事だよね。ファスティバ、ハーブティー楽しみにしていて。ええ、もちろん。とっても楽しみよ。でもね、ハーブティーよりもまずそれを用意しようとしてくれた二人の気持ちがとっても嬉しいの。そのことを忘れないでいてね。はい。ファスティバ、ちょっといいかな。はーい、今行くわ、ヘイゼンさん。おい男ども、風呂の準備ができたぞ。とっとと入っちまえ。ありがとうございます、エルモート様、シス様、モルフェ様、行きましょう。はい、姉さん、また後でね。ねえ、ベトル？うん。何、マリ。前にやっちゃったことを取り戻そうとして、無茶する気持ち、わかるよ。必死に失敗を取り繕って、もう失敗しないって気を張って、助けてくれた人にお礼がしたくて。でも同時に自分が嫌いになっちゃって、こんな自分を好きになってもらえるはずがないって思っちゃうよね。だよね。気持ちすっごくわかる。でもさ、でもさ、私最近気づいたんだ。そういう風に思うのって、私を好きって言ってくれる人に、とっても失礼な態度じゃないかって。誰だって自分がいいなって思うものを、ひどい言い方されたら嫌だもんね。いい子いい子。もう髪の毛めちゃくちゃになっちゃう。マリーさん、ベトルさん、お茶が入ったわ。ありがとう、スフラマール先生。はい、ベトル。ありがとう、マリー。いい匂い。団長さんもハーブティーを飲んだらこんな気持ちになってくれるかな。なってくれたらいいな。さて、ファスティバ、右の二の腕を見せてくれ。いやーねー、ヘイゼンさんには隠し事なんてできないのね。ちょうど正面でベトルを受け止めるところを見ていたからね。痛めているのは分かっているよ。ベトルが気にしてしまうから隠していたこともね。さ、手早く治療をしよう。隠しきらないといけないだろ。そうね、お願い、ヘイゼンさん。
こんなところかな。全ては直さずに最後は体の注力に任せよう。ありがとうヘイゼンさん、ずいぶん痛みが楽になったわ。それは何よりだ。風の神も喜んでくださる。ベトルちゃんを受け止めたあの時思ったの。彼女の姿は私の姿、愛を焦って愛を失うところだったんだわ。だが君たちは愛を失わなかった。それこそが一番大事なことさ。焦ってしまうほどに胸にあふれる愛、次こそは正しく示さなくてはね。ええ、その通りね。あら、誰かしら。どうぞ、入って。俺だよ。みんなが帰ってきたって聞いたから。大丈夫？怪我してないよね？ええ、ご覧の通り、ピンピンしてるわ。強いから大丈夫とは思ったけど、やっぱり心配で。今モルフェ兄ちゃんとシス兄ちゃんとジャミル兄ちゃんとは廊下で会って無事なの確認したけどさ。心配かけちゃってごめんなさいね、スイル君。ううん、みんな無事だったんだもん。謝らないで、ファスティバさん。それよりもさ、何か俺お手伝いできることないかな。留守番してお茶の準備とかお風呂の準備とか手伝ったけど、もう片付いちゃったし。どうかなファスティバ、何かあるかい。そうね。あ、何か思いついた？あのね、頼み事っていうのは、それくらいお安い御用だよ。ちょっと待っててね。ありがとうスイル君、助かるわ。何を頼んだんだい？秘密、見てのお楽しみよ。ほほう。騒がしくなっちまって。大したことじゃねえんだ、気にしねえでくれよな。そんな疑う目すんなよ。本当にみんな無事だって何でもねえんだ。それは
あのな、その、ちゃんといろいろ理由はあるんだ。でも、なんでこんなことしたのかは、本人たちからお前に話すのが一番いいと思うし。だから、ちょっとだけ待っててくれよ、な。おお、団長殿、部屋にいたのであるな。あ、キハルじいさん、どうかしたのか？少々人恋しい気分なのである。団長殿、沖縄の昔話にしばし付き合ってもらえぬであろうか。思い出話？いつもみたいな冒険の話か？冒険といえばその通り、最も難解な冒険であった。キハールじいさんが難解なんていうような冒険も空の下にはあるんだないかにも。その冒険、名を育児というのである。育児ってことはセレフィラのことか？そうなのである。セレフィラは我が輩の昔馴染み、伝説の銀遊気空団の一員として空を駆けた女性の孫娘。しかし彼女亡き後、セレフィラの両親も流行り病で亡くなり、セレフィラは天涯孤独になった。それでキハルじいさんが血はつながってないけどセレフィラを引き取って育てたんだよな。いやー、なかなかできることじゃねえ。立派だよなキハルじいさん。お前もそう思うだろ？なんたる光栄な言葉。しかし我が輩も最初から立派な祖父ではなかったのである。塞ぎ込むセレフィラに冒険譚を聞かせ笑わせようとしても、そんな気分ではないと叱られたり。時には本物のおじいちゃんじゃないのにと拒絶されもしたものである。セレフィラが？だってキハルじいさんとあんなに仲良しじゃねえか。セレフィラも怖かったのであるな。自分の抱える痛みを理解してもらえないのではないかと。同時に我が輩も恐れていたのである。セレフィラの痛みを理解してやれないのではないかと。理解か。まあそりゃじいさんとセレフィラは別人なんだもんな。しかりであるからこそ胸の内を明かすことには困難が伴うものなのである。セレフィラが我が輩に話をしてくれるようになったのは共に過ごした時間があってこそのこと。心の傷を見せてもらうには時間と、その時間で積み上げた信頼が必要だったということなのである。時間と信頼か。おいらはずっと一緒にいたけど、それでも話してもらえねえのは信頼が足りてねえからなのかな。団長殿も B 君も今の昔話に思うところがあった様子であるな。そんな顔をしないでほしいのである、団長殿。
団長殿のこちらに心配をかけたくないという気持ちは十分に伝わっているのである。だがそんな団長殿だからこそこちらも気遣いたくなるというもの。時にお互いを思い合い気を使いすぎて心に距離が開くこともあるのである。そういう時は少し勇気を出して腹を割って話してしまうのも手であるぞ。何を恐れることはないのである。恐れを超える信頼もまたその心の内にあるのであるからして、おや、ベトルジオ、モルフェ君。こんにちは、キハールおじいさん。あの、団長さん、少しだけいいですか？あの、団長さん、私、団長さんに謝りたくて。謝る？なんでだ？勝手に山に入ったからとか？そっちじゃなくて、山に行った理由の方。私ね、団長さんが元気ないのが心配で、とっても心配で、勝手に夢の中に入って団長さんの気持ちを探し当てちゃったの。団長さんは隠しておきたかったのに、私勝手なことして。団長さん、団長さん、あの団長さん、あのね、指切りしよう。なんで落ち込んでいるのか、隠している団長さんもちょっとだけ良くなかったけど、勝手に夢に入って勝手に山に行って怪我して戻ってきた私もすっごく悪いと思うの。だから今度からお互い隠し事はしないって約束しましょう。ダメ？指切り幻魔、嘘ついたら針千本ノーマス。みたいだね。お届け物？ん？手紙か？うん、ファスティバさんからだよ。俺、便箋分けてあげたんだ。まずはごめんなさいを言わないといけないわ。
一つ目はあなたの元気がない様子にすぐ気づけなかったこと。二つ目は元気がない理由を勝手に夢に入って探ったこと。そして最後にあなたの悩みを解決してあげられないだろうということ。きっと私は完全にはあなたの悲しみや辛い気持ちを理解することができないのだと思うの。だから私は間違ったことをしてしまうかもしれない。それでもあなたを慰める何かをしてあげたいと思うこの気持ちを愛なのだと信じたいの。私のこの愛をあなたが許してくれるのなら、明日の明け方に甲板へ来て、愛を込めてあなたのファスティバより。来てくれたのね。嬉しいわ。手紙でも伝えたけれど、私はあなたの悩みをすっきり晴らすことはできないと思うの。でもあなたが抱えるそのモヤモヤした気持ちには付き合えるわ。いいえ、お礼を言うのは私の方よ。私の愛の未熟さを許し、こうして甲板に来てくれた。そして私のやり方を受け入れ、そうやって拳を握ってくれる。本当にありがとう。気持ちをぶつけるに足ると、私を認めてくれて。さあ、あなたのモヤモヤ、私にぶつけていらっしゃい。私必ず全て受け止める。受け止めてみせるわ。ぶつけていらっしゃい、あなたの思いを。私は役目を果たしてみせる。さあ、共に苦難を打ち砕こう。皆で安らかな時間を過ごすため。天聖剣王は伊達じゃないってね。うるさいのは嫌い。大丈夫だよ、私に合わせて。違和感あるでしょ、この旋律を聞くと。ほら、あらよ、ほい、はい、てや。ほら、これはどう。好きなだけ気持ちを吐き出してみて。ほら、ほい、ほい、てや。そこ聞いてみて。さあ、フィナーレ。天聖剣王は伊達じゃないってね。終わり。私の愛を信じてくれてありがとう。やっと静かになったわ。聞こえてくるのはあなたたちの旋律だけでいい。大好きよ。
声は。あ、ファスティバさん。おいおい、二人とも朝っぱらから何やってんだ。ぶつかり稽古か。なんだかすっきりした顔してます。よかった。ここのところ少し元気がないみたいでしたから。ううん、いいんです。たまには落ち込むことだってありますよね。あなたが安心して落ち込めるように、もっと私も頼りがいを身につけなくちゃ。そのためにはやっぱりぶつかり稽古でしょうかね、ファスティバさん。ふふ、そうね。でもまずはお腹いっぱい朝ごはんを食べましょう。バターナイフはここにあります。ひとまず4本でいいですか。あら、ありがとう。そうね、それだけあれば足りると思うわ。やった、リンゴのジャムがあるぜ。使ってもいいか、ファスティバ。もちろん。さあ、パンケーキが焼けたわ。盛り付けはお任せください。ありがとう。次を焼いちゃうわね。このマットを敷けばいいのか。あ、シース、逆。こっちが手元に来るの。決まっているのか。面倒だな。その方がお料理が綺麗に見えるの。見た目も味のうち。よね、ファスティバ。ふふ、そうね。わからん。ここは彼女たちに従うとしようじゃないか、シース。調理室から牛乳をもらってきたのである。飲みたい人はいるであろうか。おっと、もらっていいかい。あ、私も欲しいです。コップを出しますね。おいおい、いくつも一気に持つな。落として割っちまうぞ。あ、俺運ぶの手伝うよ、ルリア姉ちゃん。ありがとうございます、シール君。私もコップちょうだい。団長も牛乳つごうか。あ、団長さん、ハーブティーもありますよ。元気が出るハーブティーなんです。そうだ、ヘリアさんも飲んでください。特産ハーブが入ってますから。それはぜひご商売に預からなくては。ありがとう、モルフェ。ハーブティー、熱いからフーフーしてね。おいしい。そっか、よかった。姉さん、よかった。もうすっかり気空団に馴染めてるみたいだ。僕は青少獣である姉さんに作ってもらったけれど、もともとは長く存在する予定じゃなかった。だからもしかしたらいつかは消えてしまうのかもしれない。姉さんをまた一人ぼっちにしてしまうことが怖かった。でももう大丈夫、きっと。モルフェ君？あ、姉さんが皆さんと仲良くなれて嬉しいなって。ねえ、ファスティバさん、僕この気空団にいられて本当に幸せです。私もよ。ベトルちゃんやモルフェ君と仲良くなれたこともとっても嬉しい。だからね、モルフェ君、寂しく笑うくらいなら私の胸で泣いてちょうだい。お願いね。はい。
お手紙っていいわよね。先生も久々に故郷へお手紙を出そうかしら。